各員、戦場で不測の事態に陥らないよう、改めて武器の点検をお願いします。戦いが起きるままにしておくんじゃなくて、その意味を見極めないと。それで、あなたはこの二人きりの時間をロドスのルールをあれこれ教えるためなんかに使うつもりなの？ライン生命生態科主任のミュルジスよ。と言っても私たちの仲だし、別にかしこまった挨拶は必要ないわよね、ドクター。アンチオリジニウム通信ラインはアクティベートされた。受信、返信、バベル。こちらケルシフリストンであって、フリストン3などという名ではない。